白石麻衣です。松村とは乃木坂メンバーの中でも一番と言っていいほど仲がいい。仲が良くなったきっかけはオーディションの四次審査が終わった後、乃木坂駅で松村は男の人に絡まれてた。困っていた松村を見て、私はとっさに男の人を追い払った。それ以降、いつも松村と一緒だった。デビューシングルのグルカーでも同じ列。私が初めてセンターになったガールズルールでも一緒にフロントに立った。初めてのセンターでプレッシャーに押しつぶされそうになった時、ずっと隣で支えてくれた。私は他人に弱音を吐くことがあまりできない。親にも、そしてメンバーにも。でも、松村だけには弱音を吐ける。相談できる。今は、松村が仕事現場にいるといないとでは、気分の落ち着き方が違う。いないと、早く来ないかな、とさえ思ってしまう。松村は明るいし、楽しそうにしていることが多いけど、自分の思っていることを表に出さない。悩みを誰にも言わない。私にも言ってくれない。自分の気持ちは自分で消化してしまう。そんな松村を見ていて、私は少し寂しい。私にとって松村は唯一の理解者。大好きで大切な人。そんな松村の悲しい顔を私はもう見たくない。自分自身を追い詰めないで、私をもっと頼ってほしい。オーディションから今までずっと一緒で、楽しい時も辛い時も近くにいて、いろんな松村を見てきた。私は自信を持って言える。松村が一番似合うのは屈託のない笑顔だよ。この映像を見ているサユリンがあるらしいので、そちらをご覧いただきます。ナレーションはマイヤンかな。そうだね、うん、あ、また一緒に見てるパターンが多いんですね。すごい笑顔がパーッと明るいけど、その分なんか悲しい顔をしてることも多いから、やっぱマイアンの言葉はすごく松に勇気っていうか励みになるよね。くれると思うな。マイアンもうるうるしてるね。
さあ始まります。イエーイ、これ素敵。いいね、絆や。頑張れ、ステージ走れ走れ、